爆弾戦士ゆきやです。さて本日は5月29日のチーム8公演で下青木かりんちゃんが卒業発表したことについてお話ししたいと思います。またねチーム8卒業です。まあねかりんの卒業なんですけど、勉強をしてやりたいことを見つけたっていう話で、まあやっぱアイドルっていうのは強いては、まあ芸能界っていうのは安定職ではないわけで、まあ、いつどんな風向きが変わるかっていうのはまあ分からない職業なんで、まああくまで AKB チーム8っていうものは一つの家庭でしかないっていうのはすごいよく分かるんですけど、なんかやっぱダンスも上手でしっかりメンバーのことがまとめられてしっかりものを言えてみんなの前に立ってちゃんと指示が出せたりこうした方がいいよって言えたり注意もできてっていう、本当に人としてすごいメンバーから尊敬されるような存在だったカリンなんで、惜しいなっていうこともありますし悔しいなっていう気持ちも自分はあります。もっとカリンがいれば後輩とかがもっとこれからどん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 チーム8を含め AKB を含め増えてきて、その中でもっとカリンの個性っていうものが、そのリーダーシップっていうものがもっと輝いてくるんじゃないのかなって思ってた矢先でもあったので、すごい悔しいし残念だなって思うのがまず今日そのニュースを聞いての第一印象でした。まあ、だからって言ってその卒業を悪いことにはしたくないですし、まあ、まだ日付も決まってないしいつまでいるとかっていうのわからないんで、あんまし今ここで悲しむっていうのも違うのかもしれないんですけど、個人的には今なのかなって思うタイミングだったような気がしますね。なんかもっと一緒にパフォーマンスしてるとこ見たかったなってすごい思うし、カリンのパフォーマンスってあのちっちゃいからだから放たれる凄さってとてつもなくて、なんていうのかな、すごいあの小柄な体であのダンスパフォーマンスができる、いつもダンスメンバーで前に立って率先して動いてる姿を見てて、本当横山中野島沖っていうぐらい本当にスリートップに入るぐらいダンスのメンバーだったんで、まあ郁美も言ってましたけどすごい残念、本当にメンバーの卒業って切ないし尊いことだなって、リンも尊いとかって言ってたんですけど、1分1秒っていうのが本当に大切だなって改めて感じることができたような、そんなものだったように感じましたし、カリンには本当に卒業してからもね、その勉強をして何になりたいっていうその夢に向かってもっと頑張ってもらうステップになってもらってね、 AKB チームメイトにいたんだよっていつでも誇ってもらえるような、そんな時間にできたらなって我々ファンもメンバーも思ってると思います。まあまだねいつ卒業とかさっきも言いましたけど決まってないんで、まあ、卒業するその時までずっと応援してますし、メンバーとねいる時間を本当に大切にしてくれたらなって思ってます。まあ、まだまだわからないことだらけだし、メンバーみんなが受け止めきれてるかもわからないんですけど、卒業するその日にちゃんとみんなが笑顔で送り出せて、カリンがチームメイトでよかったなって、ファンの人と出会えてメンバーと出会えてよかったなって言ってくれるような、そんな最後にみんなで してあげれたらなって思います。ということで今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。カリンのこれからを祈ってるよとか、カリン頑張ってくれとか、ぜひぜひグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイチャー。